2021年夏に行われる東京オリンピック。東京オリンピックは44カ所の会場で開催されます。今日はどの会場へ行くのでしょうか。こんにちは、キヨイ TV レポーターの横竹です。今日は番外編ということで、埼玉にあるオリンピックの会場に向かっていきたいと思います。今日の動画は射撃の会場である自衛隊朝霞訓練場に向かっていきたいと思います。それでは行っていきましょう。さあ、和光市駅に到着しました。今からこちらの自転車で陸上自衛隊朝霞訓練場の方に向かいたいと思います。朝霞訓練場の方は射撃の会場になっています。それでは向かっていきましょう。陸上自衛隊朝霞訓練場に到着しました。中の方は撮影ができなかったので、同じ敷地内にある陸上自衛隊広報センターの方に今から向かっていきたいと思います。それでは行っていきましょう。陸上自衛隊朝霞訓練場は前大会の1964年の東京オリンピックでも射撃の会場として使われていました。2020年大会のためにオリンピック基準に合わせた仮設の射撃会場が設置されています。さあ、ここまで陸上自衛隊広報センター、そして朝霞訓練場の方をお送りしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。